フアンカルロス・バレーラ・ロドリゲスはパナマの政治家。2014年から同国大統領を一期五年務めた。2006年からパナマで二番目の勢力を持つパナメニスタ党の代表でもある。2016年4月に来日しているエレーラ県出身の起業家であるフアンカルロス・バレーラの元にパナマ市で生まれる。コレヒをハビエルを卒業後、 アメリカ合衆国のジョージア工科大学に進学し、1985年に産業工学で学位を取得した。1985年からバレエラは家族の経営するバレエラエルマノス社の理事を務めている。2008年までは同社の執行副社長を兼務していた。政治の世界では1990年代の初めに政治活動に参加し、1994年の 総選挙でパナメニスタ党陣営の本部長を務めた後、2009年の大統領選でとうとうの大統領候補となった。その選挙戦で、バレエラはライバルであるリカルド・マルティネリの勢力と合流し、その副大統領候補となった。その結果、2009年5月3日にパナマの副大統領に就任した。2009年7月から2011年8月まで外務大臣だった。 2014年5月4日の大統領選挙では、大統領職を辞任するマルティネリ率いる民主変革の支持を取り付けた、与党候補のホセドミンゴ・アリアスを破って勝利した。得票率は、バレエラが39%、アリアスが32%だった。同年7月1日、大統領に就任した。ジャーナリストのロレーナ・カスティージョと結婚しており、3人の子供がいる。 ありがとうございます。